サルースポップやライサプリーマレックスエストと記されたアメリカ合衆国水ズ州の文章スイス連邦院内に掲げられたサルースプブリカサプリーマレックスエスト民の安寧が思考の方であらねばならないはキケロの法律について三巻三章8に見える格言ないし原則日本語では国民の安全が最高の法律でなければならない英語では The Health of the People should be the s p r ザピープルビ l ザ e t the Good of the People be the s p r などと訳される。この語句は、ラテン語のまま、アメリカ合衆国ミズーリ州の州のモットーとなっている。また、多くの文章にも用いられ、時には少し文言を変え、サルースポップやらいサプリーマレックス、サルースポップやらいサプリーマエなどとして使われることも、ある。そうした紋章の例としては、 シティオブ・サルフォード、ルイシャム・ロンドン特別区、イーストレイ、ハーロー・ロンドン自治区、ライサム・セント・アンズ、ティプトン、ミッド・サセックス、ウェスト・ランカシャー、スー・イントン・ペンドルベリー自治区、アームストン、ビレンホール、アメリカ合衆国バージニア州、マナサス・パーク、デュケーン大学法律学校などがある。ジョン・ロックは、サルース・ポップやライサプリーマ・レックスという形で、著書、 統治二論のエピグラフとして用い、これを統治の基本原則とした。新京都革命におけるイングランド内戦の際には、延長党で平等派のウィリアム・レーンズ・ボローは、コルネットにこの語句を刻んでいた。このモットーは、ホップズもリヴァイアさん30章の冒頭で言及しており、スピノザも神学、政治論の19章で論じている。 遅くとも1737年には、サルース・ポップ・ヤライ・エ・サプリー・マレックスという形で言及され始め、この形でしばしば引用されるようになった。このモットーは、アイルランドの医学雑誌、メディカル、プレスサーキュラーの発行人覧にも掲げられている。2020年に、ボリス・ジョンソン首相がこの語句をモットーとして掲げた。ありがとうございます。